はいこんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この動画シリーズンはこのジャンベという楽器について1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でジャンベの基礎知識、スラップの叩き方について解説しておりますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、ジャンベの主要な音の一つであります、オープン。 はい、このオープントンとも言いますけれどもこの音の鳴らし方叩き方について解説していきます、はい、前回も軽く触れましたけれどもジャンベの主要な音というのは大きく分けると3種類の音があります音域別に低音中音高音ですこのレッスンではベースオープンスラップとそれぞれ呼びますベースオープンスラップはい口で歌うとドトッとカっていう感じですね で今回やりますこのオープンは、まあ、高くも低くもなくちょうど真ん中ぐらいの音であるということですねでコンガをやってる方であればコンガのオープントーンと限りなく近いですでドラムをやっている方であればドラムの中でいうねタムに当たるような音色の音、まあ、特にねシングルヘッドタムなんか近いかなと 思いますで高くも低くもなく中ぐらいの音ってどれぐらいの音だよと気になる方もねいるかもしれませんので説明しますと前回やったスラップありますねスラップはいこのスラップからちょうど1オクターブ下くらいの音がオープンの音ですはいこれがスラップこれがオープンはい1オクターブっていうのはドレミファソラシドドドシラソファミレドドからドの感覚ですね だからこういう音の関係まあ打楽器なんでねまあ厳密にはいろいろなもっとたくさんの倍音が鳴っていますのでこの音だけではないんですけれども大体こうメインで聞こえる音としてはドドドこのスラップの音よりも 1> 1オクターブ低い音程の音のが一番よく聞こえますこのように叩き方を変えることで音色や音程を変えられることができるっていうのがこのジャンベの魅力なんですねそれでは具体的な叩き方を見ていきましょうはい実はもうご覧の通りですねシールが貼ってあります今回叩くオープンはこのポイントこのポイントを狙って叩きますはい 前回のスラップはこのエッジ縁にポイントがありましたこのポイントに自分の薬指のだいたい付け根あたりが重なるようにこれぐらいのポジションで狙って叩くとでスラップの時は各指の指先がダメに当たりましたで手の位置手の当たり具合は前回と 同様なんでですすけれども今回叩くオープンはですね指全体人差し中指薬指小指のこの4本指をまとめて目を作ってこの指全体で打面を叩きますはいなので指は揃えます指は揃えてこう丸めずですね限りなく 平この面に置いた時に全ての指がピタッと当たるような形で叩きますじゃあこのポイント何なのって話なんだけれども特にこの面全体が当たる中でもこの辺り人差し指中指の第二関節あたりこの辺に手の重心中心があると考えて このポイントを狙って叩くとトゥントゥンというね低い、えー、まとまった音が出やすいですはい見た目上は前回やったスラップの時も今回のオープンの時もこのジャンベに当たる手の位置ポジションは限りなく同じですただしどこに 手の重心を考えるか、特にどの部分を中心にこのジャンベに当てるのかによって音色を変えているわけですね。位置関係としてはだいたいこの指の付け根がこのジャンベの縁エッジに与える状態にして、まあ、親指はこの打面上には乗らない状態です。 このように外すか、まあ、軽く浮かせた状態にしてジャンベには当たらないようにしましょうスラップの時は特にこの付け根の位置をね意識して当てたと思うんですけれども今回はこの画面上のポイントを叩くわけなのではいインパクトの瞬間にこのように指が丸まった状態 つまり、第二関節あたりが浮いていて、ここに隙間がある状態になっていると、このポイント当然叩けませんよね。で、このフォームで叩くとどうなるかっていうと、主に指先が当たりますと。これ前回のスラップのような感じですね。はい。指先が当たるとどうなるかっていうと、こうっ高い、カンカンカンとした音が出やすくなります。で、今回やるオープンはもうちょっとね、低めの中域の音が欲しいので、 今回は意識して指を揃えます。指を揃えて軽く伸ばす。すっと伸ばした状態で、インパクトの瞬間に、この指と打面の隙間が全くない状態。本当に一瞬、ほんの一瞬ですけれども、この打面と各指が密着した形、このような手の形になります。 これは前回のスラップと明らかに違うところですね。前回のスラップはここが浮いていた。指先が当たっていたんだけれども、オープンの時はピタッとね、一瞬ですけれども、こう密着するような形になると。で、主に狙うポイントとしてはだいたいこのあたりか。第二関節。人差し指、中指の第二関節あたりがだいたいこの付近に当たるように落とす。 大体この辺りをめがけてストーンと落とせますとトントントンといった音が鳴らせます。はいというわけでこのオープンを最速でマスターしたいぞという方はねもうこのように白を貼っちゃいましょう、はい、人差し指と中指のだいたい第二関節この辺りこの辺りが手の中心重心だと考えますでこれをこのポイントに重ねると、はい、このような位置関係 ポジションになりますで、1回で、ね、このダメにピタッと手をついて構いませんのでこの手のフォーム、形をまず作りましょうつまり指を揃える、指を揃えてスッとね伸ばす伸ばして、ダメに密着する指が完全に平らになる面になるフォームを最初に作りますはいで、これを作ったままこの形のままね、この形のまま持ち上げます こう持ち上げた時にリラックスしてねぐにゃっとならない今回に限りこの形をキープしたまま持ち上げてくださいはいで持ち上げたら持ち上げてる持ち上げてるでこのままこのポイントめがけて落とすはいこれがオープンですはいもう一回やりましょうまずダメに手をピタッと密着させて構いませんのでこの手の形フォームを作ります でこの形をキープしたままスーッとね持ち上げる持ち上げる持ち上げるはいもうこれぐらいで構いません5センチぐらい、はい、軽く持ち上げてこのままストンと落とすとはいこれがオープンですで狙うポイントとしてはやっぱりこの第二関節のこの位置はいこれが手の中心重心と考えてこの辺りですねこの辺りのポジションを 重なるように落と,すとはいここを中心だと考えてこう当てるように意識すればもう勝手にねこの指全体が当たるようになります、はい、これが例えば、まあ、この辺をね中心だと考えると「いや私薬指の方が好きなんだけど」と「薬指の方が意識しやすいんだけどと」 まあそそれれならね、でも構いません。まあ、最終的にこの指全部が当たってくれればいいんですけれどもこの辺りを意識するとこういうふうに傾きがつきやすい手全体が当たりにくかったり指先が当たってしまったりしますのでまあおすすめというかね多くの人がジャンベでトントントンと 叩くときにはこの辺りではい落としてトントントンと鳴らすような感じですねで初心者の方によくありがちっていうかね絶対やってしまうのがこうなるとはいこう叩いたあとですねもうすぐこれ座面から離れますつまり完全浮いた状態になるっていうことですね ほんの一瞬、ほんの一瞬、密着、完全についた状態にはなるんですけれども、もうすぐ離れる。つけた状態にしてしまうと、この打面の振動を止めてしまいますので、こうすると、もう絶対になりません。はい、これダフっていうね、音になっちゃいますので、こう当たったら、自然にボールが跳ね返る、リバウンドするごとく、 浮かせた状態にしますすははいいででもう一度おさらいですまずはフォーム手の形手の位置っていうのを最初に作ってしまいましょうはい楽に画面に手指を置いた状態にして指は揃えるでスッとねまっすぐ伸ばした状態にして画面と指が完全に密着する隙間ない状態っていうのを最初に作ってください で、この形が作れたら、この形をね、キープした状態でこのまま腕を持ち上げる。はい。キープですよ。キープしたまま、そんで落とす。はい。持ち上げて、落とすと。持ち上げて、落とす。はい。で、インパクト。当たる瞬間には、この、手のひら、全部、面で、ダメが叩けるように当ててください。つまりですね、このダメに対して、 こういうふうにね、あんまりこう傾きがある状態になると先にこの縁、エッジに当たってしまいますので、こう、ある程度平らでないとこう、面で当てることができないですね。なので、この自分の楽にこうスッと腕を構えた時の腕の傾きと座面の傾きがね、あんまりこうギャップがないように、まあ理想的にはこの座面からスーッと腕までがまっすぐに、 なるようにするとこのまま持ち上げて落とせばまあ自然にこの面で打面をたたいてくれますのでこのように傾きを調整してみてください。はい、で座面から近い距離で大体いいね毎回同じような音色音量でトントントンと安定的にならせるようになってきたらだんだんこのね振り幅ストロークの幅を大きくする。 つまり腕を高く持ち上げて落とすようにしていくとはいで当然こう高く持ち上げる大きく振った方がこのエネルギースピードがつきますのでしっかりとトントントンとね迫力のある音を出すことができますこのように小さいところから始めてだんだん大きくしていく こはいでこれを右手と左手それぞれ練習したら今度は交互に叩いてみてくださいはい、まあ、こういうねトトトトトトと連続して叩いていくわけなんですけれどもこの時限りなく右手と左手の音が同じになるように、まあ、これがね難しいんですけれどもなるべく近づけるように意識してやってみてくださいありがちなのはですね右利きの人はやっぱ右手の方が得意ですから 右だけよく聞こえるとかね左利きの人は左だけしっかり叩けてつた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 ってこうガタガタしたようなえ音になってしまうんですけれども最初のうちほどね特に注意して意識してこの音に耳を澄ませる自分の叩いてる音どんな音してんのかなどれぐらいの音色でどういう音域音の高さなのかなっていうのに気をつけながらやると。 これ耳も鍛えられますしこうフレーズだったりリズムを叩いた時もすごくきれいに聞こえてきますので、えー、じっくりとね耳を澄ませて練習してみてくださいでさらに余裕がある人はいろんな音量で叩いてみましょうつまり右左交互に叩いて小さい音量小さな振り幅からだんだん大きくしていくでまた小さくして。 大きく,していくようにこういうふうに音の代償つまりダイナミクスと言ったりしますけれどもをつけるようにね練習するとより実践的な音楽的な練習になりますので余裕がある方はやってみてください。はい、というわけで今回はジャンベのオープンの叩き方の解説でしたじっくりといい音が鳴らせるように練習してみてくださいはいこんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。 他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。